ジャパンスポーツオリンピックスクエアは東京都新宿区霞ヶ丘町に所在する日本スポーツ協会日本オリンピック委員会の本部ビル。日本スポーツ協会は渋谷区神南にある岐記念体育会館を長年本部ビルとして所有していたが建物の老朽化が著しい上に耐震性に不安が出てきたこともあり2008年頃から当該地での建て替えを検討していた。 しかし、岸記念体育会館の立つ場所が、隣接する東京都水道局ポンプ場ともどもとし、計画公園としての代々木公園の区域に、含まれており、都市公園法、都市計画法の兼ね合いから公園を所管する、東京都庁との調整が必要になり、計画が難航していた。一方、都では2020年東京オリンピック構想において、 国立霞ヶ丘競技場や日本青年館がある明治神宮外苑一帯について国立霞ヶ丘競技場の建て替えを含めた区域の再編整備を進めることになりこの関連で2011年に戸賀日大京に本部ビルの神宮外苑地区への移転を提案日大京は現地での建て替えにこだわっていたが2013年に2020年東京オリンピック パラリンピックの開催が決定し、代々木公園内にある国立代々木競技場の周辺に大会用地を確保する必要性が求められたこともあり、非対京は五輪招致と前後して JOC と連携した神宮外苑への移転を検討する。その後、都が岸記念体育会館の敷地を含む一帯を代々木公園の優先整備区域に決定したこともあり、 2016年に、非大協が、神宮外苑の都有地への移転方針を決定。2017年に非大協が、都に、神宮外苑の都有地への移転要望書を提出し、翌2018年には、代々木公園の大協所有地と、神宮外苑地区の都有地を相互に売却し、物件調査と並行して、新ビルを建設し、ビル完成をめどに仮管地を行って、 利用を開始する地区計画変更の企画提案書を提示。この手続きに則っ,って建設計画が策定された。2017年7月に工事が着工され、1年9ヶ月の期間を経て2019年4月30日に新会館は竣工し、5月16日に観光式が取り行われた。新会館の名称がジャパンスポーツオリンピックスクエアと決定し、 発表されたのは2018年12月27日である。新会館には、主な日本のスポーツ競技団体が入居するほか、1.2階に日本オリンピックミュージアムが設置されるなど、名実ともに日本スポーツの新しい位本山として位置づけられている。S 作り地下1階地上14階建て、延べ床面積19061平方メートルで、 岸記,記念体育会館から移転したスポーツ競技団体の事務室のほか、日本オリンピックミュージアム、会議室、記者クラブ、岸聖一メモリアルルームなどで構成される。正面エントランスには、岸記,記念体育会館から移設された岸聖一の胸像が設置されている。構造面の特色として、ユニットタイプのガラスカーテンウォール三十三枚の内北面の約五百枚について、 建設現場でカーテンウォールユニットをねじりながら取り付け滑らかな三次元局面のファサードを作り出す技術であるコールドベントを日本で初めて採用したことが挙げられる。日本オリンピックミュージアムは本館1.2階に所在する日本のオリンピック専門の博物館。2階は有料フロアである。過去のオリンピックパラリンピックの紹介、聖火統治や 競技体験コーナーなどが設けられている。ありがとうございます。